おはようございます。グッドモーニング。あまりグッドじゃないけど、はい。どうしたんですか。いやちょっと食べ過ぎたなと思って。ああ、飲み薬飲んでましたからね。そうなんよ。ちょっとカツオを食い過ぎたな。うぷって言いながら。うぷって言いながら、はい。あ、ということで今回はですね。はい。いやー、まあレスキューしに行ってきたんですけれども。ほう。まあやっぱええなこいつは。もう快適。快適。もうむちゃくちゃ快適。もう電ファン以外は、そう電ファンっていうかファンの音以外はもう完璧で、まあ、今回はほら雨降っちゃったけん、まあ、そんな温度上がらんかったっていうのもあったけん、まあ、そんなになブンブンは言ってなかったけん、まあやっぱブンブンなかったらめちゃくちゃ快適やなこいつな、ほんまにね、あもう全然いける、そう S により高速快適、ほんまに、まあ、ということで、はい、今あの、レッカーサービスの方で、まあ、使って行ってきたんですけれども、はいはい、やっぱあれやな、たまには県外レッカーに行くとおもろいな、やっぱり。ごちそうさまでした、はい、ということでせっかくあの県外に出たということで、まあ、今回はねあの高知県の方にお出かけをしてきました、はい、でまあそ の, あのせっかく高知まで行ったのでというので、まあじゃあ飯でも食って帰ろうやということで、まあ、飯食って帰ってきたんですが、まあうまかったねやっぱね、美味しかったです、なんか海物がやっぱりうまい気がするな、はい、土佐巻き美味しかったなあ、あうまかったな、はい、まあ、ということでじゃあ何をしたかっていうのをお話ししとこうかなと思うんですけれども、はい、このね車を取りに行ってました、アクセラちゃん、アクセラちゃんをで、まあ、割と結構お問い合わせが多い内容として、はい、まあ今回はこの事故ね見えるかな、まあこの辺をこうちょっとガシャーっとやっつけてしまって、でまあこのパンクというかタイヤをサイドカットそのまましてしまって、ああまあっていうな、じゃあ座手っていう跡がある、座手って跡があるやろ、でまあこれでやって、まあ、自走が要は可能、はい、でまあスペアタイヤも搭載されていないので、そうやこいつはもうでサイドカットやったらもう直らんしっていうんで、さあどうしようってなって、まあたまたまな、まあ、もともとあのうち来てくれよった子 で、まあ、今高知県の方に、まあ、出とるわけでございますよと、はいはい、でまあ、連絡をくれたのでよし分かったと、まあ、任意保険の方にまあ多分みんな入ってると思うんやけど、まあ、任意保険の方に入ってたら基本的にロードサービスっていうのは基本的に付帯してます、ほうほう、で、まあ、そのロードサービスの方を使うことによって、まあ方法としては2通りの方法があって、まあ、1つ目は、まず保険会社 の, そのロードサービスダイヤルに電話して、まあ、その保険会社の派遣するそのロードサービス会社に来てもらってそれで助けてもらうと、例えばまあ JAF だったりだとかその提携 の, そのロードサービス会社だったりだとかをまあ手配してくれます、はい、でもう一つのパターンがおはようって言ってます、おはようって言うな、なんかびしょびしょやけど雨でこいつもびしょびしょやなほんまにでもう一つが、まあ、例えば僕らみたいなその修理工場の方が取りに行って、でそれをその保険会社のロードサービスっていうのに振り替えて、代金の方を保険会社に僕らが請求するっていうパターン、うんうん、まあ、どちらの場合もその、基本的にはその、契約者の人、まあ、今回でいうとこの持ち主の人っていうのは、まあ、お金を払うことはなく、レッカーと代車費用に関してはね、レッカーはまずロードサービスだけレッカーな、あーレッカーの方は大丈夫っていうやつ、うんうんうん、ただその、まあ、これもよくある話なんやけど、じゃあ全ての保険会社が全て同じそのロードサービスだったりレッカー会社を使えるかっていうと、うんうん、そうではないよな、そうそうそう、例えばなんやけど、まあ、よくあるのが、インターネット保険系の割とお安めの料金提示をしてるとこ、はいはいはい、とかは自社の提携をしているそのロードサービスだったりレッカーの会社しかその受け入れ NG ですっていうところもあったりする、はいはい、例えば僕らみたいなところが行ったりとかした時はそれはあのうち の, その提携拠点以外のものに関しては NG なので実費でお払いくださいっていうパターンもあるので、はいはい、特にネット損保に加入してる方とかは、まあ、その事前にこう呼んでもらう前とか呼ぶ前に、はいはい、あの一度それを保険会社さんに確認はしとった方がいいです、なるほど、もう割とあるんやこれほんまな、あとなんかよくいただく質問なんですけど、うん、これで等級は下がるんか、うん、お金がかかるんかみたいな追加の、これはどうなんですか、ね、基本的にまずこの、特約っていう扱いになるんだな、はいはい、基本契約っていうのは特別のオプションっていう、ほうほう、でこのレッカーとかロードサービスのオプションを使う分に関しては
東急に関しては影響はしないです。ああそうなんですね。そう、例えば極端な話やけど、まあ、それを使っても次年度以降の、はいはい、例えばまあ何回使おうが、はいはい、まあ、次年度以降の何かに影響することはないので、はいはい、逆にこういう故障とかそんなんがあった時に自力で何とかしようって頑張るよりかはもう気軽にその保険会社の そのロードサービスダイヤルだったりだとかその最寄りの整備工場とかいつも使ってる整備工場に連絡をして、まあ、それで助けてもらう方がいいかなとは思いますね。だって土葬金払っとるけんな、はいはい、使わな、もったいない、まあ、もったいないって言ったらいいけど、まあ、使った方がまあいいかもしれないね。で、あと、まあ、今回の場合で言うとこいつの車両に関しては、はい、台車の特約、レンタカー特約の方が付帯してました、はい、なので、まあ、レンタカーの方をこちらもお貸しはしております。はい、なんでな、まあ、行きしなにもこいつになそのレンタカーの方を乗っけて、はいはいはい、でまあそれで向こうまで持ってって、はいはい、でその場でレンタカーを下ろして、うん、でレンタカーとまあ入れ替えをして、でそれでこうやったやな、はいはい、だからまあそのうちみたいなところとかに頼むとそれを一発で済むよな。確かにレンタカーも持ってますし、そう取りに行けるし、そう、そうで大体多分自動車整備工場最近のレッカーサービスもやってくれてるとこやったら、まあ、レンタカーだったり台車を持ってて、でそれでこうあの入れ替えをしてくれるっていうところが多分多いと思うから、うん、まあ個別にこう一個一個相談するっていうよりかは、まあそのね修理工場さんにまずは相談をしてみて、今こういう状況になってるんですけど、まあ、どういうふうにするのが一番あのいいですかっていうのは聞いてもらった方がいいかもしれないですね。そしたらあの、まあ、その自社の持ってるレンタカーとか台車をも一緒に持ってきますよって言ってくれる場合もあるし、はいはい、逆にそのレンタカー会社の方にもそっちから連絡をして一緒にこうタイミングで入れ替えができるようにって言って段取りしてくれる場合もあるから。なるほど。そう、ただこれは割とオプション特約なので、はいはい、この台車の特約は東京会場とかやったら15日は自動付帯しとったりするんやけど、はいはい、まあ、それも例えばあのオプション外してる場合とかもあるんや結構。なんでかっていうと保険料がやっぱ上がるやん、そのオプションをつけることによって、はいはいはい、まあ、5000円でも1万円でもいいや、まあ、上がるわけよ年間のな、うん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 、そうするとやっぱり保険料率っていうのの最終の出口の金額しか結構見ない人たちが多いから、例えば去年よりも上がったとか、うん、もうちょっと安くならないのっていうやっぱりこの会話の押し問答って結構多いよな、その保険屋さんとの間で、はいはい、じゃあそうなった時に一番そのある意味では削りやすい、じゃあもう台車はいいですかねとか、まあ、そんななることないですよねとかって言ってこう切り譲りやすいんや、はいはいはい、そうするとやっぱ保険料がまあ5000円でも1万円でもぶっと下がったら、まあ、それで継続契約になりやすいから、はいはい、とかうちはちょっと安いんですよとかって言いやすいやんか、ほうほうほう、でそれでこう付帯されてない方とかっていうのも結構おって、実際こういう事故とかそんなんがあったりとかすると付け取ったらよかったわっていうパターンは割とある。なるほど。そうだけど、まあその辺も自分のね、うん、保険がどんな内容に入ってるのかっていうのを確認して、で、まあ、新しい車とかはね、まあ、正直そんなにトラブルの率多くないと思うけん、まあじゃあいるんかって言われたらまたそれはちょっと自分で判断をしてほしいけど、まあ日額5000円ぐらいの代車の特約の方はつけとくと、まあ、これからね、まあ、前も言ったかもしれんけど、そんなにあの潤沢に台車を抱えとるとこなんかないやん。いやないっすねディーラーさんとかでも、ま、ディーラーさんとかでもな、うん、だからやっぱりそれ俺らの方もロスカットというかコストカットをするってなったら、まず一番最初に何をするって台車の台数を減らすわけよ、はいはいはい、とかあとは長期の貸し出しになるやつ、はいはい、こういうな例えば事故とかそんなんはじゃあロスカットってなってくるわけよ、うんうんうん、だからまあその拠点にもよるけどだんだんそういうところも減ってきおるし、あとは例えば今回のこやつみたいに県外に例えば出て仕事をしてる人とかになったら、うん、その最寄りのその仲良くしてる車屋さんとかがなかったりするパターンもあるやん。まあそうですよね。でそうなるとやっぱりそういうのは付帯しとったら、例えば県外に出とった時でもその台車の方を確保しやすいし、もっと言ったら例えば旅先でもそれ借りることはできるわけ、はいはい、そのままレンタカーを借りてそのままじゃあその旅を継続して終わって帰ってくるっていうことも可能にはなったりとかはするけん、まあ割と付帯しとくといいオプションだとは思います、はい、なるほど。例えば大林さんにお願いするってなったらどこぐらいまでは来てくれるんですか、ね、保険、まあ、保険の金額にもよるですからね、なんとも言えんすけどね。うまいご飯があるとこやって
あ、なるほど。そこやっ抑えとったらいけるってことですね。まあ俺の場合はほらこれが本業じゃないけん、あの修理で入ってくるんがその、まあ、一番まず、あの大前提やけんだけ、まあ、距離で見るっていうのはもちろんあるけど、まあ割とだけんほらお前のやつで言ったら例えば大阪の方とか。ありがとうございました。はい、前の人は滋賀とか山口。あった山口の端っことか。もうちょっとで九州やんみたいなとことか。まあ、割といろんなとこ行くから、まあもしね、例えばじゃあそういう自走できなくなったトラブルとかで、まあ今回の場合で言ったら会社の敷地内のところあたりやってけ、うん、まあそのまま置いとけるっていうのもあって、例えばこれが道先とかやったらさすがにちょっと面倒い場合とかはあるけど、ね、うん、まあそういう場合とかだったらね、まあ声かけていただいてもいいかなとは思ってます。はい、はい、まあそんなロードサービスなお話でございましたので、まあぜこれを聞いたあなた、ぜひね保険の自分の内容っていうのを確認していただいて、で例えばその辺の仕組みがどうなってるのかっていうのをもう一度チェックしとくことを万が一の時に備えてするのをおすすめいたします。はい、ということでじゃあそんなお話でございました。ではチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまた、バーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、あのうちのチャンネルのを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかはオイルの基本的な能力を引き上げる、ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。でまあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることによってさらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。